こんにちは、世界ボカンとかです。本日はですね、ショッピファイサイトをスマホアプリ化するアッピファイをですね、使って、アッピファイ VIP を使って、どうやってロイヤリティカスタマーを作るかみたいなお話を伺えればなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂健です。前回ですね、アッピファイモバイルというショッピファイをスマホアプリに変換する話だったんですが、今回は VIP、VIP というアプリがありまして、ショッピファイの中で僕たち、勝手にですけど、3種の神器と呼んでまして、ショッピファイと、あとは、その中に使えるアプリとしてアッピファイモバイル、スマホに変換しましょうっていう話と、あと VIP ですよね、ロイヤリティプログラムをやりましょう。あとお客様とのやっぱりカスタマーサクセスというか、なんて言うんでしょうね、お客様との会話をするためにチャンネルトークさん、この3つが、3種の神器なんじゃないかなっていうふうにお話しさせてもらってるんですね。でやっぱお客さんの声ってすごく重要なので、お客さんが買えなかったとかすぐに何とかしてほしいっていう時にぜひチャンネルトークさんを使ってほしいので、アッピファイモバイルともうネイティブにくっつけられるようになっていて、アンカーさんはいはいはい、利用くださっていて、もう今回発表ありましたけど300億円売り上げがいったアンカーさんも、スマホアプリはアッピファイモバイルで作って、しかも立ち上げるとすぐに下のメニューでチャンネルトークさん、チャットですね、ポチッと押すとすぐに問い合わせ、これ iPhone13 で使えますかみたいなことができるんで、購買進みそうな感じですと。で今回はそのロイヤリティプログラム VIP っていうものをどのように使うかお話しさせていただきたいと思ってます、はい、で実は僕ポイントプログラムって大嫌いなんですよ、はい、あ、そうなんですね。基本的にはやっぱマーチャントさんってポイントプログラムとか入れない方がいいと思ってるんですよね、はいはいはい、なんでかっていうと僕やっぱ経営者なんで値引きじゃないですか、あれただの。確かに確かに。そうだからお客様が勝手に買って勝手にポイントがついて、うん、次使う時に勝手に使ってとかっていう風にすると、ただ、大体皆さん売上の 1% とかだと思うんですけど、ただ 1% 利益が失われてるだけなんで、だったらやらない方がいいと思ってるんですよ、うん、でもアッピファイ VIP は結局スマホアプリモバイルともアッピファイモバイルともくっついてるんで、ポイントがなくなりそうですよ、失効されそうですよとか、今回ついて新商品出たんで買ってみませんかとかっていう風に、次の売り上げを作るためにプッシュが使えるんで、はいはいはい、ロイヤリティプログラムとプッシュを組み合わせて使っていただくと売り上げが上がるんですよね。あ、なるほどなるほど、能動的に取りに行きますね。確かに。そうなんです、そうなんです、お客さんがほっといても使うのであれば、うん、全くやる必要はないと思うんですけど、うん、プッシュとロイヤリティプログラムの VIP を、アッピファイモバイルとロイヤリティプログラムの VIP をくっつけるからプッシュもできるし、あとどのお客様にどんな情報をお届けすると次の購買に進みやすいのかっていうのも分かるようになるんで、売上が上がる、でリピート顧客にお客様がだんだん育っていくっていうことができるのが、あの VIP の特徴だと思います。あ、なるほど。あ、何プッシュってターゲットごとに出し分けたりとかできるんですか？できます。それも、今チャンネルトークさんと連携して、どういうデータでっていうちょっと設計は必要なんですけど、マーチャントさんと出し分けていきますね。めちゃめちゃすごいじゃないですか。そうなんです。なんで、お店に1回行って買うだけだと、はい、もう二度と来ないかもしれないですよね、なのでそこで前回のようにアッピファイモバイルでスマホアプリでポイントもらって帰ってくださいと、でもう二度と来なかったかもしれないお客様にプッシュができるようになるのと、あとお客さんが何の商品買ったかとか、どれぐらい経つとポイントがなくなるとか、この商品好きそうだなみたいなところからお客様に合わせて情報を送ったり、あとは結局強いのは新商品みたいな、全員が好きみたいなものもあるので、そういったものは一斉に送って、で次の購買を作るっていうところに、あの VIP の特徴があると思いますね。なるほど。そんなこの VIP を使いながら、ユーザーさんをこのぐらい買ってくれてるよみたいなランク分けみたいなのができるんですかね。あ、まさにランク分け非常に重要で、ロイヤリティプログラムって言ってるんですけど、はい、大体のマーチャントさんってマーチャントさんとお客様がいるじゃないですか、はい、でやっぱり皆さんお客様は神様ですってなって、ロイヤリティ忠誠心って意味なんですけど、マーチャントさんがお客様に忠誠を誓ってるような、あ、なるほどね、ああ値引きしますみたいな、こっちの忠誠になっちゃってるんですけど、はいはいはい、本当は逆で、一番分かりやすいのはエルメスさん、
だってエルメスのとあるバッグを買うためにはもう決まったスタッフさんから、まあ、100万円ぐらいの商品なんですけど、すごく決まったスタッフさんから1000万円ぐらい買うとやっとあのバッグありますか、こちらですみたいに出てくるわけですよね。もちろんエルメスさんそうは公言しませんけど、うんうんうん、なんでやっぱりマーチャントさんとブランドさんとお客様ってどっちが忠誠心をっていうと、やっぱ買ってる側がそのマーチャントさんに忠誠心を誓うっていうのがロイヤリティプログラムはすごい重要だと思います。で、飛行機のマイレージもそうじゃないですか、うんうん、もうマイル の期間が終わりそうになると皆さん修行と呼んで足りなかったマイルを貯めて実際あれ何やってるかっていうと、いわゆるファストパス、すぐに検査場が通れるとか、ちょっとした時間を節約する、要はお金が浮くからやってるわけじゃなくて、そういうもののために一生懸命修行をされてるわけなので、そうするとマーチャントさんと顧客皆さんで、どの顧客さんがお客様がいいお客様、いいというかそのロイヤリティというピラミッドの中で、ピラミッドってあんまりいい表現じゃないんですけど、でも結局あまり買わない方といっぱい買ってる方って数は絶対にピラミッド型になっちゃうので、そうですね、この中でどういう風になってるのかなって見ないといけなくて、最初マーチャントさんもすごく誤解されてるんですけど、いやうちはお客様みんなに平等にっておっしゃるんですけど、それって平等じゃないですよねっていう話を毎回するんですよ。だって100回買ってる人と1回買ってる人を同じに扱うってちょっと嫌じゃないですか、買ってる側としては嫌ですよ。100回側だったらもうちょっとなんか優遇聞かせてよって思います。思いますよね、はいはいはい、でもそれをポイントでしかないっていう手段でやるよりも、うん、例えば手に入らない商品に早めに買う権利がもらえたりとか、うん、あとは店舗があるお客さんだったら店舗にやってない時間に入って、いわゆるファストパス的にその時間は徳田さんのためにとか限定の5人のためにお買い物どうぞとかって言ったら、やっぱり特別感も感じますし、うんうん、結局買うわけじゃないですか。確かになので、あのリピート顧客を育てるっていうのはすごく重要で、買わない方は買わないんだな、買ってくださる方をきちんと見つけて、どうやったらこの方たちはもっと買いやすくなるのか、もっと買いたくなるのかっていうのをやっぱ考えていくっていうのがロイヤリティプログラムですごく重要なポイントだと思います。買えなかったらなんかそのブランドへのなんかロイヤリティっていうのがどんどん下がっていっちゃうじゃないですか。いわゆる冷める、うん、もしくは冷静になるみたいな行動になっちゃいますよね。そうなんですよね、うん、普段みんなが買えないものを自分だけ優遇して買えたら、ちょっともうやっぱここで買っとこうかなってなりますよね。そうです、特にセレクトショップさんなんかは、はい、逆に言うとどこでも売ってるものを売ってらっしゃるわけで、はい、そうするとやっぱりリピート顧客をどう育てるかってめちゃめちゃ重要なわけですよ。セレクトショップさん、もちろん自社商品を持ってる方たちも同じことはできて、いっぱい買ってくれる方と、もしくはなかなか買わない方っていうのをきちっと分けてあげて、差別というよりか本当に区別ですよね、きちっと分けて、どうやったらもっと買いやすいのか、もしくはお客様の声を聞いてどういう商品を作るのかみたいなことに割り当てられるといいんじゃないかなと思います。そういう意味でのチャンネルトークとの合わせ技みたいなことです、ね、まさにです、はい、ちょうど昨日チャンネルトークさんとあのインタビューだったんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんでチャンネルトークさんの話でお客さんに対して愛はあるけどお客さんのことを分かってないみたいな話をされていて、うんうん、お客さんからもっと質問とかカジュアルな質問をたくさん受ける、メールじゃなくてチャットの方が買う前の質問とか受けられて、メールだとなんか買った後のクレームが多いみたいな話をされてて、確かに、はい、なのでそのカジュアルな質問でお客さんが迷ってたりとか、この買い方が分かんないとかっていうところに対してちゃんと伝えるっていうところだったりとか、うん、やっていけるといいよねって話あって、まさになんかそれはそうだなと思いましたね、うん、アプリがあれば、アプリとチャンネルトークがあれば、結局お店の中の接客体験みたいなことも再現できるので、福田さんおっしゃってたみたいにサイズが分かんないとか、うん、もしくはもう一歩後押ししてほしいとか、うん、そういう店員さんと自分
の関係性みたいなことにつながるんじゃないかなと思います。アッピファイの方で、まあ、実店舗であれ買ってたとか EC でこれ買ってたってなって、あ今それ迷ってるんだったら徳澤さん前回青買ってたんでこっちのカラーと合うんじゃないですかって言われたら買いますよね。確かにそうなんですよ。で結構それってあの2つあって、なんとなくアドバイスが適切だからっていうのももちろん大事なんですけど、うん、あ僕のこと気にしてくれるんだっていうのも結構大きくないですか。確かに、うん、あのやっぱ人って無機質な買い物、うん、あの Amazon Go 的なお店に顔認証で入って好きなもの取ってただ出てくるみたいな無機質な買い物がコンビニ的に早くできるっていうことと、あとやっぱお買い物ってそれだけじゃないと思うんですよね。自分のことを知ってくれてるとか自分の似合うものを分かってくれたとかっていう、結構その分かってくれたっていう喜びも大きいので、うん、そういうところもいわゆる接客的な技術で解消されていくんだと思うんですけど。話変わったんですけど、VIP の方だと例えばこう抽選とか、はいはいはい、そういうのもなんかできるかなっていうふうに伺っているんですけどこれって例えばこれなんかよくスプリームとか変わったりしようとするときにボットで買われちゃってあの買えなかったりするんですけど、はい、その VIP の人が、買えたりとか抽選が平等にできたりとかっていうのもできたりするんですか。します。まず、はい、アピファイモバイルの方で、はい、アプリで抽選するっていうのがすごく重要で、はいはいはい、なんでかっていうと転売屋さんってウェブで買おうとするとショッピファイのウェブでも全く同じこと起きちゃうんですけど、はい、メアドって誰でも何万個でも作れちゃうじゃん。なんでメアドで応募するっていうのがすごく不正されやすい仕組みなんですよね。で今度はアプリだとスマホ1台で1応募しかできないんで転売屋さんスマホ何十台も持たなきゃいけないんですけど、それってやっぱりコストが高いし、あとは言うても1万台とか持てないわけですよ。なので今までって僕1人に対して転売屋さん1人が1万回ぐらい応募ができちゃってたんで、1万対1で絶対に当たらないっていうのがウェブの抽選の良くなかったとこなんですけど、モバイルにするとまずはそれがなくなる、かなりフェアなものになるのと、あと応募が来た時に誰が応募したかもちゃんと見えるんで、ブラックリストで排除したりだとか、もしくは今触れていただいた VIP みたいに、あこの人はいっぱい買ってくれててお店でももう顔が分かっている、あの人だから安全だよねとか、この人って会ったこともないのになんでこんなに買っていただけてるんだっけみたいな、ちょっと分からない方とか、そういうのが分かるようになりますし、もうちょっとお店によっては進むだろうなと思ってるのは、セレクトショップだとナイキさんの靴だけ買ってる方ってどうもそれっぽいんですよね。転売屋さん風なわけですよ。もちろん全員じゃないんでちゃんと見るんですけど、でオリジナル商品をやっぱりいっぱい買ってくださる方をきちんと優遇しましょうみたいな考え方にもできるので、でマーチャントさん的にはオリジナル商品が多分一番利益率が高かったりとか、逆に言うと利益率高いアイテムをきちんと買ってくださってる方を優遇するとかっていうこともできますね。あ、なるほど。さっきのエルメスを実際にこのアプリで実現するわけですね。まさにです、まさにです。ほうほうほう、なるほどな。そういう形で本来平等じゃない状態からたくさん買ってくれてる人に対してちゃんとそのたくさん買ってくれてる向けの接客をするっていうところで VIP っていうのを使えるわけですね。まさにです。あ、なるほど、理解しました。お客さんとつながるっていうこととつながり続けるっていうことが結構難しくなってきている中で、やっぱりそういった接客のところっていうところが本当に重要になってきてるなって中で、チャンネルトークさんだったりとかアッピファイさんだったりとかっていうのを活用してやっていくっていうのは、あのちょうどチャンネルトークも海外向けに使おうと思ったんで、あ、そうです、はい、アッピファイさんも海外向けで使わせていただいて、ぜひぜひ、はい、うち海外対応もできてるんで、うんうん、世界の終わりさんアーティストの海外向け、はい、あのレーベルみたいなあ のがあるんですけど、そこもご利用いただいてたりとか、もう世界展開できますので、うんうん、ぜひです。まさに三種の神器っぽくなってきましたね。もらえると、はい、嬉しいですね。アニメとかそういう IP 系 の案件だと、もう、うん、売れるのは分かってるからちゃんと抽選したいっていう案件があって、結構その抽選機能を開発するのめちゃめちゃ大変だったんですよ。うんうんうん。それで、あ、アッピファイできるんだったら
僕らはマーケティングのところだったりとか運営のところをちゃんとやって、アピファイでそのロイヤリティプログラムであればこうやって抽選ちゃんと行きますよってお伝えできれば、結構それでお客さんの持ち出しも少なくなるんで、めちゃめちゃいいなと思いました。素晴らしい。やっぱりうちに切り替えていただくと相当自社開発とか、他のアプリみたいな感じよりは安く済むっていうお声はすごいいただいてますし、あと今おっしゃっていただいたみたいに、結局売れるのは分かってるんだけどメルカリ出ちゃうとか、でメルカリ出るとまさに何が問題かっていうと、やっぱり本当のファンの方がインスタとかですごいコメント、あのクレームを入れちゃうんですよね。また転売でメルカリですごい倍の値段で出てるんだけどとかって普通に書かれてるんですよ。SNS も使ってるんで、みんなオープンじゃないですか、でもやっぱブランドさん IP さんが今までなすすべがなく、要は技術で負けてたっていう状態だったと思うんですけど、今だとそういう可能性は相当減らせると思うので、ぜひぜひ海外展開もなんかご一緒できると嬉しいです。はい、なるほど、はい、またアピファイについては概要欄の方に入れさせていただきますので、ぜひ興味ある方はチェックしていただければなと思います。本日は貴重なお話いただきありがとうございました。ありがとうございます。この度ですね、初めて越境支援に取り組んでいる方であったりとか、越境支援に取り組んでいるもののなかなか成果に伸び悩んでいる方向けに書籍を執筆させていただきました。初めての越境支援海外マーケティングって書籍なんですけど、調査戦略立案の仕方、海外向けのサイトの構築の仕方、海外マーケティングの仕方、海外に販路を拡大していくときに知っておくべき税務であったりとか法務についてもですね、網羅させていただいておりまして、弁護士さんであったりとか税理士さんとともに執筆させていただきました。概要欄にリンク入れさせていただきますので、ぜひチェックしてください。